座れよ。マジお前と遊ぶの楽しいわ。ほんとストレス解消にいいなお前。そういえば俺の昼飯のあんかけチャーハンのあんかけがどっか行っちまったんだよ。マジかよ、誰かの付けの中にでも入ってんじゃねえ。そうかもしんね。お前知らないか、しかっとかよ。あ？てか、まさひろくん、お腹空いてない？優しい俺が食べさせてあげよう。おっと。あー、もったいねえ、もったいねえ。俺、おとなしくしろよ。3秒リル、3秒リル。おとなしくしろよ。甘いよね。ほら、食わしてやるよ。ほら、食えや。おー、食ってる、食ってる。うまいだろ。なる。うめえだろ。マジ楽しかったんですけど。すっきり、すっきり。あ、じゃあ片付けっかーって。
ねえ、今日マサキロは？ああ、昨日から連絡が来ないんだ。待ち合わせの場所にもいなかったし。みんな席につけ。実はみんなに悲しいお知らせがあります。今朝方警察の方から連絡がありました。先生も大変驚きました。今回起こったことが嘘であってほしいと心から思っています。学校の裏山で作業していた職員が首を吊っているうちの生徒を見つけました。その生徒はうちのクラスの大貫正弘君です。まさかあいつ自殺しちまうとはな。他のやつの話だといじめが原因だとか。悪いのっていじめてたやつなのかな。そうだよ、私たちは関係ない。正弘を自殺に追いやったやつが悪いんだ。人殺しなんだよ。ちょっとトイレ行ってくるね。マジ自殺するなんてね。マジで、なんで。マジなんか不良の野郎どもにいじめられたっぽいんだよ。うわ、もう最悪だなそれ。そう、結構有名らしくてみんな知ってたらしいんだよね。へえ、でも止めるやつとかいねえよな。なんで、なんで